皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルタッチコラボ記念ガチャですね。これだけ見るともう前回とほぼほぼ同じなんですけれども、まあ上のね、バナー欄が変わってます。後半戦ということで3月30日までの、1週間、タッチコラボ記念ガチャがリセットされて、回数1回目10連目からまた引き直しができるようになってます。と言ってもなかなかえぐいよね。70連2回だからね。70連2回も相当きついのに、さらにねスプリングフェスタガチャこれも来てますからね。これね結構っていうかかなりいいと思います。バナーキャラが、佐伯さん通常バージョンですね。あとオクタビアと同衛で、40連目になるとバナー PSR1 枚確定してます。でもしオクタビアがマジで出ないってなった人でも60連まで引くとオクタビアの SR が 70%、 PSR が 30% の確率、まあ、いわゆるオクタビアの SR 以上が 100% 以上っていうか、まあ、100% なんだけどで、出るというようなガチャになってます。あと厳選20キャラになってて結構いいキャラがね、揃ってると思います。まあ、今日はこれ引かないんでちょっとタッチの方に戻りますけど、これさ両方引くとなるとマジでいくらかかんのっていう話だよね。で春のパワープロ応援ガチャは正直手を出してらんない。これ引ける人は、まあ、相当余裕のある方だと思います。なので、まあ、タッチを狙うか、タッチ前半引いてなくてちょっと後半も諦める人だったら、まあ、スプリングフェスタガチャ40連ですかね、引ける余裕があったら、まあ、こっちを引いてもいいんじゃないかと思います。まあ、自分はタッチ前半引いたので後半も引きますということで、まあ、全く内容は一緒ですけれども、単ガチャを引く余裕はあるよね。超ギリギリだと思う。多分これ3月、コナミさんは決算なのかね、3月の決算に合わせて回収に来た。でもよくよく考えればさ、よし PR たっちゃん、そっか PR 以上か、別に R が出るわけじゃないんだからそんなに喜ぶべきことでもない。4月の28とかだっけ、サクスペが出たのって。また次って4周年とかになるのかな、が来るんで、もう無理でしょ、そこまでは引けませんよっていう感じです。じゃあ10連いきます。ここはまた虹が出てんだけど、どういうことこれ、またキラーンが来てんだけどさ、またさ変なキャラがさ2枚、これはナッチがさお二人出てるんだけど、どういうことですか、ナッチコラボガチャですかこれは。まあナッチは夏ナッチにぶっ込むんで、夏ナッチは俺全然解放してないんで、多分1とか0とかだった気がする PSR だから、まあそれはそれでいい。ナッチコラボガチャですね、10連目は。じゃあ20連目いきましょう。もうなんか通常のね虹キランはもう期待しないことにした。また虹ですかどうなってんのこれ。あ、これは普通だね。キラーンが来てたらマジです超奇跡だったけど、あれ20連目ってなんだっけ、バナーか。だったらキラーン来てほしかったよね。ちなみに前回はタッちゃんが PSR2 枚出たんで、まあ PSR プラゴに持ってくっていう意味だったらタッちゃんが出てほしいよね。じゃあ30連目、ここは全部バナーで PR 以上だけど、多分 PR しか出ない。これは期待できないな。ここでね入ってるとかなりいいよね。タッちゃん、おお、いいね、タッちゃん上全部タッちゃんみたいな。タッちゃん PR が 1,2,3,4 R も 1,2,3,4、 なかなかですな。前回ちょっとみなみちゃんが多かったんだよね。まあ普通に考えて 50% だからね、半分半分出る。ここはバナー SR 40連目。1枚。こういうバナーのところでね
いいのが出てくれればいいんだけど、みなみちゃんは SR だったらフラゴには持っていけるかな。なんかもうよくわかんないやん。前回のやつ別に見てきてないんで、あの何も解放はしないで取ってあります。でここはまた SR 選択権がもらえます。タッチキャラ足す SR が確定。バナーではないんで、バナーが出てくれると嬉しいけど、まあ初回ってねもう PSR とか出ちゃってるから、ね、よしタッチャン。こういうバナーじゃない枠でね来てほしいよね。それか確定枠で PSR みたいな。まあ次は PSR 確定なんで、60連目いきます。タッチャンかみなみちゃん、反転すればみなみちゃん PSR。 ただ相棒キャラっていうのはやっぱり50じゃないとね、ちょっと火力不足なんで。とりあえずみなみちゃんがまあ出たは出たか。 PSR を今の段階からプラゴに持っていくっていうのはほぼほぼ無理だからな。どっちかっていうとやっぱ偏ってほしいよね、これくらいだったら。なんかしょっちゅう復刻するんだったらいいけどさ、多分タッチとかってなかなか復刻しない気がするんだけど、どうなんでしょう。ちょっとアプリの方とか全然わかんないからあれなんだけど、復刻具合にもよるよね。でこれがラストです、70連。でも70連ずつ引いて、まあ、通常枠の PSR が1個入ってたって考えると、たっちゃん、よし、たっちゃんが3枚でしょ。プラニになって SR、 いやどうだろうなというような感じでした。みなみちゃんは PSR1 枚、たっちゃんが、4の3だったんで、ちょっとたっちゃんをどこまで持っていけるかですね。1回開放画面の方に、整理していきます。はい、じゃあちょっとボックスですね。たっちゃんのね SR が意外に少なかった、2枚しかない。で PSR が3枚なんで、これはまず PSR 全部くっつけちゃいましょう。でプラ2は確定、間違えないようにしないとね。ロック解除して、ロック解除して、でこれとこれでしょ。これでまずプラ2です。で SR を1個プラ5に、プラ5にできるか。ちなみにチケットはまだ使ってないんで2枚残ってるっちゃ残ってます。 PR が1,2,3,4,5,6,7,8 枚しかないのか。たっちゃんが意外に揃ってないは揃ってないな。え、プラス、ちょっと待って、16枚必要なんだよね。で R がもう、 R はちなみにくっつけてきました。だからこの R2 つを入れてうまくいけばプラ4、超うまくいけばね、プラ2、超うまくいくどころか全然うまくいかなかったんで、2,3,4,5、これはちょっと入れちゃおう。 R がまだ1枚残ってるけど、まあそれはそれで、これでプラ5が1個でしょ。これ無理だなこれ全然無理だな。プラ5でしょ。博士はねもうちょっと結構使っちゃってるんだよね。 PR が18、金は6、1個だけ SR プラゴを作って2解放してくれれば超嬉しいんで、2解放してくれれば超嬉しいんで、ちょっと R、 これはもう5個ぶっこんじゃう、大丈夫、5個、これでとりあえずプラゴが出来上がりますでしょ。でそこからPR の R プラゴを入れてどこまでいく ?1 か、悲しいな。2,3,4 でしょ。
あーどうしようかな。4枚突っ込んじゃおう。4枚突っ込んでとりあえずブラゴを作り出そう。はい、でブラゴが2つあるんで、ここに SR を食わせる。 SR を食わせるじゃなくて SR に食わせる。これでいくつか4、3、まあ悪くない。で3でしょ。PR ちょっともう一個5枚食わしちゃおう。1、2、3、4、5。はい、いやそこまでさ、タッチに思い入れはないんだけどさ、思い入れはないんだけど、せっかくだから。で3でしょ、3でこれが5になってくれれば、まあかなり嬉しい。っていうかさ、ぶっちゃけ言うとさ、 PSR の時に2個解放してほしいんだよね、正直。いや5になったけどさ、5にはなったけど、ここだよね。これプラ3で止まったら、ちょっとプラ3でもう終わりにします。でこれでしょ、4、3 45かな。そうするとちょっと、あとチケット2枚出すでしょ。チケットで2枚取り出して、チケットで2枚取り出して PRPR で2個解放すればっていう感じか。それだけやってみる。ちょっとあと何個あんの。大丈夫、9個しかない。足りねえんだけど、そもそも足りんわ。え、ここに、SRSR でしょ。だからプラ2になって、プラ2になって3、4。あ、そっか、どっちかが2解放しないとそもそも無理なのか。ってことは大丈夫、1個突っ込めってこと。いやこれプラ4だったらやったけどさ、絶対プラ5になるから。プラ3がプラ4になっても意味ないからね。ちょっと一旦もう止めます。もう一個のスプリングガチャの方で SR をどうするか、 SR 大丈夫博士像をどうするか考えるんで、ドーエとオクタビアは SR1 個も持ってないから、 SR じゃねえ、 PSR を1枚も持ってないから、出たとしてももうどうにもなんないんだけど、ドーエと佐伯さんもだって PSR プラゴにもし持ってけるんだったら、そっちも持ってきたいからね。持ってける方を持ってこうと思いますので、ちょっとたっちゃんに関しては、こんな感じで、終わりにしたいと思います。みなみちゃんはもう絶対持っていけない PSR プラゴは、というような感じでした。まあなかなかねこの春きつい、ガチャ合戦になりそうですけれども、今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。